ボトルネック概念図ボトルネックとは、システム設計上の制約の概念。英語の、瓶の首の位。一部においては、立足要素を示すために使われる。また、アイロという同意語も存在する。80から20の法則などが示すように、物事がスムーズに進行しない場合、遅延の原因は、全体から見れば、小さな部分が要因となっており、要素を、いくら向上させても、 状況改善が認められない場合が多い。このような要因部分をボトルネックという。瓶のサイズがどれほど大きくても中身の流出量、速度は狭まった首のみに制約を受けることからの連想である。ボトムネックは後期以下に色々な場面におけるボトルネックの例を挙げる。道路工事での車線減少に伴うボトルネック河川、道路等では 流量の妨げとなっている箇所のことを言う。具体的には赤信号時間が相対的に長い交差点や福音現象、車線現象により渋滞を起こす箇所、河川断面が境外となり十分な水量を流下させることができない箇所のことを言う。鉄道では大部分が伏線の路線においてごく一部分だけ断線になっている区間など列車本数が線路上限定され、 増発や輸送障害時の対応が難しくなっている箇所を指す。また、国土交通省では、都市部の踏切について、列車本数が多いため道路交通に支障をきたす。箇所のうち、遮断時間が長い踏切を、開かずの踏切と呼ぶ一方、交通遮断量が大きい踏切を、ボトルネック踏切と呼んでいる。歩行者交通では、出入口や階段などが、ボトルネックとなる。 群衆事故の原因となりやすいため、混雑が予想される場合は、あらかじめ適切な通路設計や誘導を要する。遺伝的、ボトルネックすなわち遺伝的多様性の急激な減少。狭い瓶の首から、少数のものを取り出す場合と同じ原理であることから、言う。ライフルや拳銃に用いられる、金属製薬莢を用いた実法の中には、薬莢自体の小道よりも、 小さな弾頭を取り付けるために、薬莢の小道を弾頭の大きさに合わせて絞り込んだ形状のものが用いられることがあり、この薬莢の絞りをボトルネックと呼ぶ。こうした構造により、弾頭系と同系の薬莢を用いるよりも、装薬量を増やせるために、弾頭の推進力が上がり、初速が増すことで、威力や飛距離を伸ばすことが可能となる。しかし、 ボトルネックを用いた実法を使用する重機の場合、薬室を薬莢のボトルネックに合わせて精密に加工する必要があり、発射圧力も増すために強固な閉鎖機構が必要となるため、ハンドガンにおいて重機を小型化したい場合や、リボルバーやストレートブローバックなどのできるだけ簡素な構造としたい場合には、ボトルネックは用いられないことが多い。物理科学における 反応速度論で立足段階とは化学反応機構の中で最も遅く、その結果として生成物を生成する全反応の速度を支配する反応である。ありがとうございます。